一番損というかなんていうか。あ、錦。桐生。錦。早く乗れ。組の門に見られたらまずい。だが。いいから。頭下げて隠れてろ。阿波野に張り付いてりゃおめえが見つかると思ってた。ついてたよ。錦分かってんのか。俺に関わるとお前もやべえ。うるせえ。これがお前を助けてやれる最後だ。すごい山道だよ。何どこ行こうとしてんのこれ。行こう。ここはどこなんだ。さあな。適当に車走らせてきただけだ。やるか。ああ。ライターがまだ借りっぱなしだった。やるよ。もう返せなんて言わねえ。そうか。よく味わって据えよ、兄弟。え？そいつがお前の最後の一服だ。え？何の真似だ。錦？悪ふざけにしちゃう。たちが悪すぎねえか。なあ兄弟。いい加減にしろって。うるせえ。もうこうするしかねえんだよ。なんでこうなっちまったんだろうな。どっから歯車がずれた。組の命令ってことなのか、錦。そんなんじゃねえ。うん。キリュウ、お前組の制裁で殺される人間がどういう目に遭うか知ってるか。道島組ってとこは見せしめの死体を作る天才だぜ。人間がどの程度痛めつければ死ぬのかよく知ってる。それをとことん死なねえように殺すんだ。生かしたまんまできるだけ長く苦しむようにだ。生きたまま解剖されるような拷問されて散々痛めつけられた挙句、そして後になって見つかった死体はもう人間と呼べるようなもんじゃねえ。俺はな、キリュウ、兄弟としておめえにそんな死に方させられねえよ。堂島組に的にかけられるってのはそういうことなんだ、キリュウ。組織に目つけられて逃げ切ることはできねえ。極道には時効もねえ。お前も分かってるはずだ。こうなっちまった以上俺も極道としてはもうおしまいだ。風間のおやつさんもな。けどせめてお前がひでえ死に方するのだけは避けられる。人思いに知らせてやれる。今俺にできんのはそれくらいしか。え、すまね兄弟。お前にここまでさせちまったのは俺のせいなんだな。
兄弟、頼みがある。俺をここで弾いたら、俺の首を手柄にして、いつか組でてっぺん取ってくれ。いやお前約束してくれ。はい。いいシーンなんだ。頼んだぜ。なんだよこっち、みんな忍者ねえよ。キリュウ頼むから。情けねえこと言うんじゃねえ。そんなんじゃてっぺん取れねえぞ。てっぺんな。どうした。あ、しっかり狙えよ。まだ死んでねえぞ。撃てねえよ。撃てねえよな。撃てるわけねえよ。やっぱり俺はおめえと一緒じゃなきゃダメだ。国道として、俺なんか今まで生きてこられたのもおめえがそばにいたからだ。俺はおめえが一緒じゃなきゃ何やっても半端な意味がねえんだよ。一緒じゃないとな、ダメなんだよな君たちは。お互いまだガキだってことだ。キリュウ、やっぱり二人で何とかして。錦、今日ここで会ったことは全部忘れろ。俺も忘れる。え、俺は行くぜ。どうするつもりなんだ。カムロ町に戻る。え、俺にはまだやらなきゃならねえことがあるんだ。お前とはこれまでだ。あら、今日限り兄弟の縁を切らせてもらう。あら、キリュウ、こっから先お前は二度と俺に関わるな。ちょ、お前キリュウさん、それはそれはお前が乗ってくの？お前が乗ってくんだ！絶対これ実況プレイやってる人全員突っ込んだでしょ？多分ちょっと待って、さすがに突っ込んだでしょ全員。このゲームやってる人全員が、お前がってほぼ全員突っ込むよな。錦置き去りにすんだ。そう。